こんにちは、デリッシュキッチンです。舞茸と玉ねぎの卵とじを作ります。ささみ2本は削ぐように斜め薄切りにします。舞茸1パックは根元を切ってほぐしましょう。玉ねぎ1/2個は薄切りにします。3倍濃縮のめんつゆ大さじ2と水 50cc をフライパンに入れ、ささみと玉ねぎを加えます。肉に火が通るまで中火で煮たら舞茸を加えましょう。しんなりするまで中火で煮て煮立たせます。卵2個分の溶き卵を流し入れ、少し固まったら軽く混ぜます。お好みの固さになるまで加熱し、細ネギを散らして完成です。以上、デリッシュキッチンでした。